マンサナーレスは、スペインカスティーラ・ラマンチャ州、シウダー・レアル県に属するムニシピオ、ラマンチャ地方のカンポデカラトラバ地区に位置する内陸部の都市である。グアディアーナ・川支流のアスエール川の岸辺に形成され、アスエール川はこの付近でおおむね、東から西へと流れている。首都マドリードからは南へ、約170キロメートルに位置し、幹線道路の N-4 号線で結ばれている。 ケントのシウダーレアルからは東へ約5 0トル東に位置する。シウダーレアルと鉄道路線で結ばれており、マンサナーレス駅で鉄道路線が分岐している。エルエスコリアル修道院の図書室に保管されているフェリーペ2世紀の地形報告書の記述によると、マンサナーレスの創設は13世紀前半以前に遡る。それによると、 マンサナーレスは350年前に創設され、村内には村よりも古い城塞があると記されている。城塞は1239年にカラトラバ騎士団によってサンティアゴ騎士団との間で定めた境界を保障するために建てられた。当時、重要な交通路であったアスエール川とクエンカとソリアの放牧道を防衛するための戦略的要衝の地であったからである。 村落としてのマンサナーレスは、城塞において、指揮を取ったカラトラバ騎士団の団長による騎士団領として創設された。第五代騎士団長マルティン・マルティネスによって、この地は征服され、城塞が建設され、1299年には、城の周囲に人々が居住し、村が設置された。1352年には、騎士団長、フア・ンヌーニエス・デ・プラードにより、 住民自らによって5年もの歳月をかけて、町の周囲に城壁が巡らされた。スペイン独立戦争期には、当時村、ビーラに任命され、ラマンチャ地方の首都であったマンサナーレスは、幾度も、占領状態に置かれた。また、19世紀のカノバスデル・カスティージョによって、寄贈されたレオポルド・ドンネルのマンサナーレス宣言は、この地で行われた。 1990年代半ば、マンサナーレスからジャーノス、デルカウディージョが分離した。マンサナーレスの主要な経済活動は工業である。また、周囲の自治体で収穫されたブドウや、穀物類などの農産物や、周辺の自治体で製造されたチーズや、ワインなどの加工品の集産地としても機能している。自治体主張は、カスティーリャラマンチャ国民党のアントニオロペスデラ。 マンサナーラ・ヌーニエス・ナランコである。自治体表議員は、カスティー・ャラ・マンチャ社会党、5、カスティー・ャラ・マンチャ国民党、3、中道民主市民、1であった。マンサナーレスは、マンサナーレス司法管轄区に属し、同管轄区の中心自治体である。ありがとうございます。